皆さんこんばんは、X ヨッシーです。今日は黒田先生、健太郎先生のラウンジ周りにまた寄せていただきます。今回は、この先生のね、これ、時代劇小説、何度かね、何本かお書きになってるんですけども、その時代劇についての魅力とか、それから先生がなぜ時代劇の方をこう小説書かれたというようなことを、トーク形式で、お話しさせていただきます。先生よろしくお願いします。まずファンからのご質問です。なぜ小説をね、お書きになったんでしょうか。なぜ子供の頃から、小説を本が大好きだったわけよ。で、役者になりたかったし、それ以前にもう小学校の頃から、世界の名作、いろんなね、たくさん本に馴染んでましたから、で、最初、その自叙伝みたいな形で役者一筋という、まずそれを書いて、それはドキュメンタリーだから、もう素直に自分の思いつくまま書いてみたら、これが割と好評だった。で、すぐ二度目、続編を書いてみないかと、出版社からの注文があって、ということで、よし、じゃあ続役者一筋ということで、半年間の全国巡演の小林明、朝岡陽子と一緒のムホマスにしよう。これが実は、こんばんは。あ、いらっしゃい、どうも。ありがとうございます。どうも。いつもあの席です。どうぞ。今日は、ごめんなさい、ちょっと散らかした方がいい。あれ、もう大丈夫です。そこで、もう、ひっそりと、そこにいますから。大丈夫です。皆さん、ちょっと、時代劇のこと。いや、せいちゃん全然構えないけど、みーちゃんどうぞ。で、出版社の方から、これは今度は小説でも書いてみないかという、そういうオファーがあって。では、もう何十年やってる時代劇の小説を書こうかと。ということで、時代小説を書き始めました。で、やっぱり、江戸時代、史実に忠実でなければいかんということで、それをたくさん調べて、間違わないように。で、あとは剣術なんかも自分自身でやってるから、それ分かるわけですよ。で、そういうことで、臨場感というかな、生々しさというか、そういうものができたら受け入れられたらしくて、まず一作目が、リステゴメン、オムツヨシン、それを書きました。で、すぐもう、ね、そういうことで、読者の評判も良くて、で、2作目、3作目と、シリーズが出まして。で、今度はちょっと形を変えてみようかということで、今度新しく、葵の若様、なんだっけ、はい、忘れてしまった、葵の若様、繰り返す観音とか、これが最新作です。これの続編が、今、執筆中ですが、今年11月から12月に発売されたので、値上げ調査。うん、もうよくご存知。もう、存じ上げる。質問の2つ目なんですけども、先生が時代劇の俳優さんの中でね、この人はうまい、うん、すごいなっていう人はどなたでしょうか。うん、もうこれなんといっても、よるずや金之助さんです。ああ、うん、まあ、はいはい。何度も共演してます、テレビでね、破れ傘投手って呼んで、うん、僕がゲスト主演で。残殺のシーンね。ええ、それから、だから、金之助さんと、蝶々発信のセリフのやつでお芝居やりましたね。うん。で、映画の闇の五人の方で、金之助さんが、田島の神、闇の田島の神、僕が三男坊闇又十郎っていう映画で、共演映画でね、共演しまして。で、もう何と言いますか、所作の美しさとか、武士、昔の侍はこういうふうに、お辞儀の仕方、歩き方、刀の持ち方、すべてが僕が参考になったから、もう自分が出番がなくても、金之助さんのお芝居をずっと僕は撮影所でも陰から見せたわけですよ。で、やっぱりね、本で読んで覚えるとかなんとか、やっぱりそういう上手な人の所作、喋り方あるの、昔から娘、芝居は娘と、はい、野球の盗塁じゃないけど、人のものを見て、娘と喋り方、所作の美しさ、
立ち回りですね、そのすごさ、生々しさ。あの人は真剣を庭でいつも振ってるそうだ。刀の重みが出るわけですよ。それはね、先生ね、すいません、横で申し訳ない。私も剣道やってましたけど、十何年やって、ね。で、先生の師範代ね、どの役者さんが一番上手いって言った時に、まさしく、上手な剣道をしてたんで、口揃えて言ってました。それが覚えてるんですよ。はい。だからそれは結構、注目のね、一致するところじゃないかと、ね、思いますね。剣道をね、そうだと思う。刀の重みってのはね、出せないんですよ。そうだね。いや、僕も分かります、分かります。座頭市で、カツさん、すごい素晴らしくてね、速さでやれれば。心臓だったらね、無理ですよ。所詮、竹道なんですよ。やっぱりね。竹ではペラペラしてる。竹じゃなくて、カシの字なんですよ。カシの、抱えカシの字に、銀の字を巻いて、真剣に見せていくわけだから、やっぱり、重さが違います。そうですね。洋介さんは、自宅で、本人を抜いて、抜刀術のそういう稽古をしているそうだから、それが自然と備わって、始まりの場面でも刀の重さが出るんですよね。ね、本当に人をぶった以外の感じの凄まじさっていうのは、ちょっとやらないと真似してもできませんね。先生、すみません。休みはね、三つ目の質問ですかね。先生は大英でおられた最初ね。はい、で、まあ大英の方をちょっと残念ながら途中で、ね、倒産なさったり。倒産しちゃった。そうだって。そうで、まあ、それからまあ、いろいろテレビとか、東映で出られたということなんですけど、大変というか、その、東映の方でね、交わるときには、やっぱり、なんていうかな、変なことが言いましたら、プレッシャーって言いますか、やっぱそういうことをお感じになられたでしょうかという質問出てきてるんです。先生の質問してね、それはね、もうなかったです。なかったですか。僕ね、若い頃から、とにかく上がったとかね、そういうことないんですよ。そうなんですか。いわゆる大スターの四谷金之助さんと共演して、セルのやりとり、三船敏郎さんとやっても、上がって緊張したってことないんですよ。俺はね、子供の時分からそういうことがなかったのが、まあ、もう、ふてくれしいというか、ずずしいというかね。だから、そんな感じですか。ふてくれしくはないですね。他のお客様の方にちょっとコメント聞いておりますね。僕がこう今になってこうやってお話させてもらうようになって、なんか改めてその何でもそう今先言われたような立ち振る舞いとかね、いろんなお所作とか言われたんですけど、今でもそれがしっかりこうできてらっしゃるっていうのが先生のすごいかなと思いますね。ご主人もお客様がね、ミラマとか、はい、ご覧になって。こちらはまだね、若いんだけど、僕はやっぱり見てた世代なので、はい。それでね、今、寄せていただいたね、ご覧になってね、はい、で先生の友がちょっと、紹介を継がせていただいたので、また別だね。で次の質問、先生、もう3つ目の質問。これは先生にもしかしたら、怒られるかわからないっていう質問で、恐縮なんですけども、もう、かかったらね、ちょっとオフレコンしますけども、NHK にね、出て、何本か少ないの。でね、まあ、それ出たからどういうことないんですけど、大河ドラマにね、出てほしかったっていうような声もあるんですよ。その辺先生いかがですか？見ててもね、僕、これは俺ができる役だなってたくさんある。そうでしょ？うん、で僕は歴史好きだから、戦国時代からずっと見てね、そう思われません。確かに。大河ドラマ、僕ね、これだけ58年目のキャリアだけど、一本もないのよ。いや、でもそれはね、ファンの方によれば、先生はその頃すごく、もう、忙しくて、すごい忙しくって、いやもう、そうでしょ。それでもう、出れなかったような状態じゃないかって。そういうのも出てました。スケジュール的に。まあ、それもあったかもしれない、若いことはね。でもね、そうだな、NHK で、僕、日本やったんだな、主役で。あ、そうなの。岡本喜八監督が。でも結構ね、岡山全然忘れてはること多いです。結構ありますね。すみませんけど。いや、ミラーマンのね、34話、35話ね、もう伝説なんだって。先生、覚えてますかって言ったら、いや、忘れてますね。いや、正直おっしゃって、忘れちゃったよって。突然でこんなこと言うて、あれ、いいんかどうかわからないですけど、うちの兄が言ってね、僕もファンなんですけど、うちの兄はもう、
ファンどころじゃないぐらいファンなんですよ。おー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 。で、昔、ドテライヤツっていうのに、あ、ドテライヤツね、出演していらっしゃって、それが、うちの兄が、僕のちょうど5つ上で、まあ、今年、どうしたらいらっしゃったらよろしい、顔は映らないが、59なんですけども、ものすごくその時の印象が、ちょうど僕が小学校の低学年ぐらいで、兄が、高学年ぐらいで、その時にドテラやつっていうのを先生がやってらっしゃって、出てらっしゃって、その時の印象が強すぎて、おうおう、初めてここでお会いした時に、もう、その自分のそのヒーローが目の前に娘が現れたみたいな感じで、そこからドテラ一緒にはここにも来るんですけど、もう、役目もね、先生忘れた。で、その時に、その、うちの兄がその言葉まで、セリフまで覚えてるんですよ。あで、言うんですけども、逆に先生の方がピンとしてらっしゃらないっていうことも、ちょいちょい、やばい、先生の方が、ね、これ面白い。いや、これ面白いからね、誰かに。出しちゃって。面白いじゃない。もう、そうなってくると。皆さん、忘れちゃってること多いんですね。まあ、多数出られてますから、余計にね、一個一個の言葉で。でも逆に見る側ってそこまでこう思って見てるんだなっていうのを改めて感じる場面ではあったんですけどね。でもそういうことをしても先生も人柄でね、結構もうそんなのね、もうね、そうですね、なんか面白いなんか逸話みたいなもんですけど、ね、そういう話もね。じゃあこの先生、5本目のページをね、はい、体験させてもらったんで、あん中にね、何人かほら、中村武也さんだったりとか、殿山さんとかね、黒田さんと出てるんですよ、でやっぱり先生一番かっこいいよね。そうですね、一番こう筆談を気にしててさ、エリート店じゃん。すごいね、いつもね。今度またブログ先生をしますから見てみよう。写真すぐにちょっと撮って、原田優勝がすごい仲良かった。あの二人が原田優勝さんはちょっとなんかボサッとしてきて、いやかっこいいから。でも、スタイリッシュなのは、黒田先生の方がスタイリッシュだけども、うつみがね。それも今でもそうですからね。うん、逆になんか、大昔僕がお会いしてた方はそうじゃないんですけども、今のお姿見てもやっぱり、かっこいいですよね。そうそう。いや、ファンのコメントの先生ね、いや、先生も確かにね、何十年経っているけども、かなりいいお年でね、取り捨てられますねってコメント何度もわーっとです。ああ、たくさん見といてこないですね。ああ、そう。ああ、言いましてもらいます。ブログね。そんな感じで。うん、ああ。まあちょっと動画ね、10分ぐらいなんで、あんまり長いの。質問はこれぐらいにさせていただきますんで、また先生、今度はファンの皆さんもいらっしゃるからね、今度来年先生80歳になられるんですが、またね、お誕生日、ね、パーティーしたいよね。うちの兄とかも呼んで、もうそういう、ちょっとしたこういう形のイベントとかあっても面白いですね。そう、ほら先生、企画してくださいよ。忙しいな。みんなそうと思ってます。そういうことで、ちょっと長々言いましたけど、今日は黒田先生に、時代劇小説ね。また時代劇小説のことまた、ちゃんと。もっと詳しく話しますね。やっておきますんで。今度ね、もしかしたらね、僕今、京都在住で、京都にね、大垣書店って、京都だけで30何店舗あるんですよ、書店。前サインと。競争やりました。第一作目、キリスト御免。ね。あれで、第1回少女作発表ということで、サイン即売からやったわけですよ。その時にたくさん来てもらってね。で、僕がその中で15分間、立ち回りの仕事、ちょっと濡れバッコリしてるの、15分ぐらい読んだわけ。それは僕が俳優だからできるわけ。他の小説家の先生だったらできませんよ、そんなこと。で、結構好評だったんですよ。これで、京都だけで30何店舗ある大型書店ですから、僕ね、自分の本を売るんで、ね、サイン即売会各30何店舗の書店回りましょうか。すごい喜んでやった。すごい企画しましょうと。今コロナでこんな騒ぎが来て、8月いっぱいが棚卸して、ね、何百冊ある本をいろいろあるまだ先生行けたら行きます。9月に。行ってみたいですね。ぜひ行きたいですね。ね、大丈夫。皆さん楽しみですね。先生そういうことやって、またぜひ行かせていただきましょう。ね。じゃあ先生どうも。ね。そうそう、どうもありがとうございました。今日はどうも本当にありがとうございました。どうも見てください。また皆さんお会いいたしましょう。
それでは皆さんごきげんよう。さようなら。